スフラランン人の元レーーシングドライバー1983年にレーシングカートデビュー。1985年にフランス国内のフォーミュラル脳選手権にステップアップし、1986年には同選手権のチャンピオンに輝く。1988年にはフランス F3 選手権にステップアップし、シリーズチャンピオン。1989年には 国際 F3000 にダムズから参戦を開始し、ジャン・アレジとチャンピオン争いを繰り広げた。同年チャンピオンのアレジと同ポイントを獲得したが、2勝に止まったコマスは勝利数の差でシリーズ2位に終わった。翌1990年もダムズから参戦し、国際 F3000 のシリーズチャンピオンを獲得した。同じ国籍のアレジ、エリック・ベルナールと共に、 フランスの ABG と呼ばれ、アランプロストの後継として大いに期待された。リジェ時代1991年にリジェから参戦を開始したが、開幕戦アメリカ GP では予選落ちし、第2戦のブラジル GP がデビュー戦となった。参戦初年度はチーム体制が整わず、開幕戦を含め予選落ちを計3回経験。 決勝進出したレースでも会にうずもれることが多く、最高位が第5戦カナダ GP の8位と、ポイントは獲得できなかった。もともとは残留が決まっていたにもかかわらず、ネルソン・ピケ、アラン・プロストとのシート争いに巻き込まれる形で、シートが不安定な状態でオフを過ごす結果となるが、最終的にはピケが引退、プロストも1年の休養を発表したため、引き続き理事から参戦した。 チームがエンジンを前年のランボルギーニからルノーエンジンを獲得したことで成績は向上し予選では中盤や上位につけることも多くなった。決勝では第7戦カナダ GP で6位に入り初入賞を果たすと続く第8戦フランス GP でも5位に入り連続入賞。第10戦ドイツ GP でも6位と年間3度の入賞を果たした。 ベテランのチームメイト、ティエリー・ブルツェンが霞む活躍を見せたが、一方で、第3戦ブラジル GP、第11戦ハンガリー GP でのブーツェンとの同志打ち、第9戦イギリス GP 予選でのイエローフラッグ虫によるリカルド・パトレーゼとの接触事故、第12戦ベルギー GP 予選での大クラッシュ等、事故の多さ、走りの荒さも指摘された。ラルース時代1993年に、 ラルース2遺席しかし体制に恵まれず、参加台数の減少もあって、予選落ちこそなかったものの、16戦中8戦で、リタイアを喫した。それでも、第8戦フランス GP で予選で9位につけ、第13戦イタリア GP で6位に入るなど、存在をアピールする走りも見せた。1994年も残留。第2戦、パシフィック GP。 第9戦ドイツ GP と2度6位入賞を果たし、他にも4度のシングルフィニッシュを記録するなど、体制が苦しい中でも結果を残した。第3戦3割の GP では、アイルトン・セナの事故後にチームクルーのミスにより、赤旗定時中にピットアウトしセナの事故現場まで、レーシングスピードで走った。セナの事故を見た衝撃で、F1 引退を決意したが、 チームオーナーのジェラール・ラルースに引退を踏みとどまるよう説得され、その後も参戦し続けるも、第15戦日本 GP を最後に F1 から去った。1995年に来日。以後全日本 GT 選手権スーパー GT を中心に活躍している。全日本 GT 選手権では通算六勝を挙げ、1九9八年、1九9九年に二年連続で、 シリーズチャンピオンを獲得した。またドライバー活動の傍ら、2001年にはコマスレーシングマネジメント株式会社を設立。ステファン・サラザンやジェレミー・デュフォア、ロニー・クインタレッィなど多くの若手ドライバーのマネジメントも手掛けているほか、欧州における JGTC スーパー GT のテレビ放映権も獲得し、ユーロスポーツモーターズ TV といった 欧州のスポーツ専門 TV チャンネル向けに、放映権を再販したりしている。2006年もスーパー GT に参戦したものの、急性腰通症により、第5戦を欠場し、第6戦は参戦したものの、コマスの体調は改善できず、残りの参戦を断念。コマスの代役は、アラ・セイジが務めた。2007年以降、コマスは、スーパー GT をはじめ、 日本でのレース活動を行っていない。そのためか日本語版の公式ホームページも削除されているほか、コマスレーシングマネジメントも2007年限りで業務を終了した。2012年3月には、同年のルマン24時間レースに参戦するデルタウィング日産のテストドライバーに起用されることが発表され、テストドライバーながらレース活動を再開している。2015年、D イタリーでラリーズイストリックのチャンピオンを獲得。ランチやストラトセオドライブ。2017年ヨーロピアンヒストリックラリーチャンピオンシップのチャンピオンを獲得。ランチやストラトセオドライブ。ヤニック・ダルマズを加え、ABCD とも言われた。もっとも、この件は、ブーツンに火があるとの見方が多い。JGTC レース欧州で、TV 放送開始日産、実験レーサー。 デルタウィングで、ルマン24時間 A、カーウォッチ2012年3月14日、F1 は母特本 3P64 に収録。ありがとうございます。